さかいきなり小テストするなんて思わなかったな。あの先生抜き打ち大好きだよね。またかって思っちゃったもん。ちゃんと復習しておけばよかった。リミリン自信なさげ。ちょっと自信ないかも。最近はバンドの練習ばっかりだったから。あー、霞がやたらと張り切ってるしね。練習に比重が大きくなるのは仕方ないかも。今はバンドに集中したいけど、次いつ小テストが来るかわからないし、補習になったら練習時間減っちゃうよね。あの、サーヤちゃん、よかったらなんだけど、勉強教えてくれない？うん、いいよ。今日はちょうど家の手伝いも練習もないし。ありがとう。それじゃあ場所はカフェでいいかな？うん、うちだと弟がいてうるさくしちゃうかもしれないし。どうしたの？あ、今通りがかりに聞こえて、新しい結婚式場がオープンするんだって。結婚式か、ウェディングドレスって憧れるな。わかる。テレビや雑誌で特集をしてるとついつい見ちゃうよね。最近はいろいろなデザインのドレスがあるけど、リミリンは将来どんなドレスが着たい？私がドレスを？ドレスには憧れるけど、自分が着てる姿が想像つかないよ。でもこういうのを着てみたいとかはあるんじゃない？そうだな。やっぱりふわふわしてて可愛いのとか憧れるかも。サーヤちゃんは？私は私もパッと浮かばないや。現実味がない話っていうか、まだ想像もつかないっていうか。あれ？あそこにいるのってどうしたの？あそこにいる人、商店街の顔なじみなんだよね。うちにもよくパンを買いに来てくれてて。そうなんだ。首をかしげてどうしたんだろう。困りごとかな。どうしたのかな。私ちょっと行ってくるね。悪いんだけど先にカフェに入っててくれる？わかった、席取っておくね。ありがとう、よろしくね。こんにちは。何か悩んでいるようでしたけど、どうかしたんですか？私をまじまじと見たりして。私がですか？急にモデルなんて言われても、っていうか何のモデルかもわからないし。私が新婦役なんて、しかもドレスを着るって。そう言ってもらえるのはありがたいですけど、どうしよう。もっと軽い感じのだったら手伝えるかもって思ったけど、まさか新婦のモデルだったなんて。しかも結婚式場ってさっき通りすがりの人たちが話してたところだよね。絶対みんなの関心も高いじゃん。その宣伝写真ってことは多くの人に見られるってこと？そんなの恥ずかしくて無理だよ。
さすがに若すぎるんじゃないかな、なんて。それに明日なんて心の準備が。うん、モデルなんてやったことないし不安だけど、やっぱり困っている同じ商店街の人は見過ごせないよね。わかりました、私やってみます。待ちわびているはずだ。私を待つ愛らしい姿も見てみたいが、子猫ちゃんを待たせるのは申し訳ないからね。おや、なんだか視線を感じるね。太陽も人も魅了してやまないということか。私の美しさは全ての視線を独占してしまう。ああ、こんな罪深いことがあって許されるのだろうか。さっき商店街の人と話したんだけど、神父役のモデルを頼まれたんだ。モデルってサーヤちゃんが？ちょっとリミリン、声が大きいって。あ、ごめん、ちょっと驚いちゃって。でもなんでそんなことになったの？結婚式場の宣伝写真を撮るのが明日らしいんだけど、新婦役の人が来れなくなっちゃったみたいで困ってたんだ。話を聞いてたらトントン拍子に話が進んで、モデルをやることになったってわけ。うちの常連さんだし、同じ商店街の人が困ってるのを見過ごせないって思って OK したんだけど、私にできるのかな。はあ、そもそもモデルなんてやったこともないし、ドレスも着たことがないし、どんどん不安になってきた。私、サーヤちゃんなら大丈夫だと思うよ。え？サーヤちゃんしっかりしてるもん。それにきっかけはどんなことであれ、やったことないことにチャレンジする勇気はすごいと思う。きっとその勇気があればモデルのお仕事も乗り越えられるって、そう思うよ。リミリン、ありがとう。リミリンにそう言ってもらえるとなんだかやれるような気がしてきた。うん、何事もチャレンジチャレンジ。一度 OK したことだもん、頑張ってみるよ。うん、私も応援するよ。あ、そうだ、さっき参考にってもらったんだけど、ドレスのパンフレット？はあ、かわいいドレス。
スがたくさん載ってるね。サーヤちゃんはどんなドレスが着たい？そうだな、ってさっきも同じような話してたね。あ、そうだった。楽しくてつい。でも明日はどんなドレスを着るんだろう。ドレスは式場の人がこの中から選ぶらしいから、明日になってみないとわからないんだ。そうなんだ。それじゃあ明日までのお楽しみだね。お楽しみでありドキドキ要素でもあるかな。サーヤちゃん、ファイト。あ、そうだった。さてニミリ、そろそろここに来た目的を果たそうか。ここに来た目的？あ、話を聞いてもらっておいてなんだけど、今は勉強を頑張らなきゃね。そうだった。でもこれもバンドのためだもんね。それじゃあサーヤちゃん、よろしくお願いします。今日は撮影当日、失敗して迷惑かけるわけにはいかないし、気を引き締めていかないと。それでね、ゆきなさんがアコを褒めてくれて。あ、サーヤちゃんだ。ん？ともいにアコ、二人でお出かけ？ああ、まあな。えへへ、今日はお姉ちゃんとデートなんだよ。いっぱい遊ぶんだ。そうなんだ、楽しんできてね。私はちょっと知り合いから頼まれ事があってね。そうなのか？なんだか妙な間があった気がするけど。気のせいだよ。それじゃあ私急ぐから、またね。そうやちゃん、行っちゃったね。なんか様子が変だったし、なんかあったのか？ちゃんじゃないか。カオルさん？え？カオルさんがどうしてここに？なーに、簡単な話だよ。美しさという罪が招いた運命がきっかけさ。まさかその運命の先に君がいたとは。なんとこう儚いのだろう。どうしよう、全く意味がわからない。こうして私たちが出会うのは必然であり運命だったってわけさ。ちょっとびっくりですけど、知らない人じゃなくてよかった。カオルさん、よろしくお願いします。こちらこそよろしく。わかりました。私も着替えに行くとしよう。君の心を魅了する姿に。なんて初めて来たからなんだか緊張する。あの、着替え終わります。わー、サーヤ綺麗。おーい、こっちこっち。かすみ、なんでここに？かすみだけじゃねえぞ。ごめんね、驚かせちゃって。アリサにリミリ、モデルをやるって。サーヤが心配で様子を見に来たんだよ。そうだったんだ。それにしてもサーヤ、そのドレスすっごくすっごく
たおかげでちょっとリラックスできたよ。ありがとね。それで新郎役の人は？新郎役はみんなも知ってる人だよ。私たちが知ってる人？おや、お姫様が増えたね。新郎役がカオルさんなの？すげえ、怖いくらい似合ってるな。うん、かっこいいね。ミミ、どうしたの？子猫ちゃんとは君のことだよ。あの私はその、おやおや、頬がリンゴのように真っ赤だ。食べてしまいたいくらい可愛いね。食べ、ああ、ウリミのやつ大丈夫か？ダメかも。リミリ、しっかりして、頭から湯気が出てる。私の姫だね。姫って？だってそうだろ、ドレスを着た姫。さしずめ、私は君を守る王子といったところかな。儚い。儚い？やはり私と君がこうして手を取り合うことは運命だったようだね。シェイクスピアもこう言っている。運命とは最もふさわしい場所へとあなたの魂を運ぶのだ。え、どういう意味ですか？つまりそういうこと。さあ、どうしたんだい？急に笑い出して。いいえ、なんでも。私が映っているよ。私の瞳にもきっと君の儚く美しい姿が映っているのだろうね。儚い。カオルさん、面白い。お、なんだかサーヤの緊張が解けたみたい。カオルさんのおかげなのかな。さっきのセリフ、ほんとキザ。儚い、どういう意味だろう。はあ、なんだか本物の新郎新婦みたいだね。サーヤちゃんもカオルさんもお似合いだな。
私ちょっと気分転換に外の空気吸ってくるね。お姉ちゃん、ここ今度オープンする結婚式場なんだって。へえ、そういや商店街のおばちゃんたちが言ってたっけ。外観は結構凝ってるな。かっこいい。もしかして古の魔術の力が眠ってるかもしれないよ。お姉ちゃん、もっと近くで見てみようよ。お願い。いいけど、オープン前だし中で準備してるかもしれないしな。少しだけだぞ。うん、ありがとう。そこまでは。ってお姉ちゃん、どうしたの？おい、あそこにいるのって。サーヤちゃん？お姉ちゃん、あれってどう見てもサーヤだよな。どうしてサーヤがドレスなんて着てるんだ？しかもあれドレスだよ。サーヤちゃん結婚するのかな。まさか、まだ高校生だろ。でもでも高校生でも16歳になればできるんでしょ。もしかして16の誕生日過ぎたら。まさか。いや、でもサーヤ、さっき会った時もどこか様子がおかしかったよな。まさかあれマリッチブルーってやつか。うわー、お姉ちゃん見て。今度はどうした。あそこにいるのって。サーヤちゃん、そろそろ休憩は終わりだよ。すみません、わざわざ呼びに来てもらっちゃって。今は戻りますね。いや、次の撮影は外でやるそうだ。このままサーヤちゃんをエスコートさせてくれるかい。はい、それじゃあよろしくお願いしますね。サーヤの隣にいるのは瀬田先輩。サーヤちゃんの相手はカオル。サーヤちゃんとカオルが結婚するの？いやさすがにそれはないと思うけど、一体何がどうなってるんだ。わかんないよ。瀬田先輩が結婚？いや、普通に考えてそれはないだろ。落ち着けアコ、私も少し頭を冷やす。うん。憶測で物を言うのはいけない。何事も本人に聞いてみないとわからないからな。確かめに行くぞアコ。うん。サーヤちゃんの手は綺麗だね。そんなことないですよ。スティックを握るから豆だらけだし、家の手伝いもしてるから荒れてる時もあるし。その努力が美しいんだよ。シェイクスピアの言葉を借りるなら、人の傷を笑うのは傷の痛みを感じたことのないやつだ。つまりそういうことさ。カオルさん、やっぱり不思議な人ですね。なんかすっごくいい雰囲気だよ。ダメだ、ここはもう乱入するしかない。ちょっと待った。トモエ、それにアコも。サーヤ、何してるんだ。その瀬田先輩と一体どういう関係なんだよ。え、サーヤちゃんとカオルは結婚するの？結婚？二人とも何を言って。さっきから見ていたんだ、二人が仲良く話しているところ。今朝会った時だってサーヤ様子がおかしかっただろ。もしかして瀬田先輩とのことを悩んで。もしかして巴たち勘違いしてる？サーヤ、一体どういうことだ。このままじゃ気になって仕方ない。ちゃんと説明してくれ。
の？これには訳が。サーヤちゃんは下がっていてくれ。カオルさん？私たちの仲を引き裂こうとするとは。たとえそれが君たちであっても許されはしない。ちょっとカオルさん。サーヤちゃん、君には指一本触れさせないからね。安心して私の背中に隠れていてくれ。ダメだ、カオルさん完全に役に入り込んじゃってる。なんなのこの状況は。瀬田先輩、私たちは別にあんたと争いがしたいわけじゃない。ちゃんと説明してくれれば。説明？私たちについての説明なんていらないだろう。見ての通り姫と王子。あのカオルさん、姫と王子なんかかっこいい。そうだろう。でも君だって姫になれるんだよ。もしくは王子にだって。本当？どうやったらなれるの？あのサーヤ、マジでこれどういうことなんだ？もう私が聞きたいよそれ。なんか騒がしいと思ったら大変なことになってる。サーヤちゃん、一体何があったの？いや、説明しなくてもなんとなく察しはつく。こいつらを見たらな。カオルさんの格好を見て何か勘違いしてるってとこだろう。え、勘違いって？だからこれは儚い？儚い？うん、なんかかっこいい。そう、儚さこそ全て。そういうことさ。あ、もう全員落ち着け。まずサーヤとカオルさんがこの格好をしてる理由、それは撮影の手伝いをしてるからだ。え？手伝い？結婚式場のポスターを作るからってモデルを頼まれちゃって。二人はただのモデル。モデル？そうだ。しただけで。
和子と同じ勘違いを。違うんです。私は結婚なんてして